験船クラシックチャンネルです。いつもご視聴コメント高評価ありがとうございます。もう2020年12月年の瀬ですね、日本のクラシック界隈では12月といえばベートーベンの交響曲第9番通称大空が有名ですね。しかも今年2020年というのはベートーベン生誕250周年の記念すべき年でもあります。今日はこのベートーベンの交響曲第9番を解説します。この曲はコンサートで演奏される機会も非常に豊富で BGM として聴く機会も多い曲ですよね。特に第4楽章のメロディーはヨーロッパの歌 EU の歌にもなっていて、ベートーベンの自筆の楽譜はユネスコ記憶遺産にもなっているというような特別な曲です。第9の魅力や作曲の背景、そして第9を聴くポイントを知っておくことで楽しみの幅も広がると思いますし、誰もが知っている曲だからこそ詳しく解説できたらちょっとかっこいいですよね。今日はこんな順番で紹介したいと思います。曲解説なのでちょっと全体が長いと思います。概要欄にチャプターを細かく用意していますので、聞きたいところに飛ばしたり、戻ってもう一度繰り返して聞いていただくのにぜひご活用ください。それでは早速いきましょう。この曲を深く楽しむためにも、まずはこの曲が作られた時の歴史的な出来事とベートーベンの状況について見ていきましょう。この交響曲第9番は1822年から24年に作られた曲です。この時期はヨーロッパの政治が大混乱していた時期なんですね。事の発端は1789年に始まったフランス革命です。自由、平等、友愛を掲げたフランスの市民革命はヨーロッパ全土に自由主義運動を引き起こしていきます。でもすぐにはうまくいかないんですね。フランスも絶対王政から立憲王政になって、そして共和制になったと思えばナポレオンの下で平成が始まって、それが終わればまた王政が復活するというように目まぐるしい四半世紀の中で作曲されたこの曲です。特にベートーベンはナポレオンが台頭してきた頃は英雄が登場したというふうに喜んで、交響曲第3番英雄を作曲するほど心酔していました。ですがちょうど完成した頃にナポレオンが皇帝というポジションに即位して帝政を始めてしまったので、失望して怒りの中でこの英雄の表紙を破ったというようなエピソードが残っています。そしてこの皇帝ナポレオンも結局は没落してしまいます。自由を求めて革命が起きても結局は上に立つ人物が変わってしまうだけで市民の声も抑圧されていくと、まさに心が折られるような体験をしていた頃です。ベートーベン個人の状況としてもこの辺り結構大変な時期だったんですね。難聴がすごく深刻になっていて、さらに可愛がっていた甥も非行を繰り返して自殺未遂をしたりとか、あとはその親権について裁判が何度も開かれていたりというふうに問題が尽きなかった時期なんですね。でそんな状況の中でもベートーベンには朗報がありました。それが1818年にロンドンのブロードウッド社というところからベートーベンの元に最新のピアノが贈られたということなんですね。これが絶望していたベートーベンの作曲のモチベーションを上げるきっかけになりました。こうして諦めかけた時に一筋の光を見て、手に入れがたい自由や平等を渇望して書かれたというのがこの第9という作品です。これが最後の交響曲になったので、これまでのベートーベンのあらゆる作曲技術の集大成という意味でもとても価値の高い作品だと思います。曲は物語のようなものだと思います。まずはそのストーリーのプロット、あらすじにあたる構成を見ていきたいと思います。第9は4楽章からなる交響曲です。演奏時間は70分前後です。第1楽章は短調で嵐の始まりのような雰囲気を感じさせる楽章です。第2楽章も短調なんですけれども、第1楽章以上の興奮や熱気を帯びた疾走感があります。第3楽章は長調で平穏で天国のような音が流れます。第4楽章は基本的には長調で、これまでの1楽章から3楽章を否定して新しい音楽に歓喜するというテーマなんですね。でそしてこの第4楽章の後半部分で合唱が入ります。そもそも交響曲に合唱を入れるという試み自体が非常に新しすぎるんですけれども、それ以外にもこの曲にはたくさんの新しさが詰まっています。この4つの楽章というのがそれぞれ安定した構成のソナタ形式が1楽章、そしてアップテンポで3拍子のスケルツォが2楽章、穏やかで優しいアダージョというのが3楽章、そしてフィナーレというような曲の作りになっています。でベートーベン以前の交響曲というのは1楽章がソナタ形式、2楽章がアダージョ、
ージョで、三楽章が優雅さのある三拍子のメヌエット、そして四楽章がソナタやロンドというような形式でした。でベートーベンはこれまでの第9以前の交響曲で三楽章のこの三拍子のメヌエットをアップテンポのスケルツォに変更しているんですけれども、この第9ではさらに二楽章と三楽章の順番を逆にしてスケルツォ・アダージョの順番に変えているんですね。これどういう効果があるかというと、聴いてる人たちはですね、一楽章が終わると、あ、次優しいアダージョの二楽章が来るんだなというふうに待ってます。でそこにいきなりスピード感のあるスケルツォが来るんですね。そうすると聴衆は驚きます。この交響曲は一体どうなるんだっていう、不安感だとか期待感を煽っていくんですね。でそれが終わると三楽章はゆったりした今度アダージョになるので、あ、ベートーベンはこれ逆にしたんだなっていうふうに気づきます。でそして四楽章には今度はどんな仕掛けが待ってるんだろうというようなワクワク感も出てきます。そして優しい三楽章の旋律からいきなり激しく最終楽章が始まっていくんですね。でここも緩急が効いていて観客の気持ちがますます高まっていきます。でそこからの合唱なので、もう聴衆の興奮は最高潮を迎えます。で予定調和を崩す斬新なこのベートーベンの思惑というのがここの構成だけでも伝わってきますよね。次に各楽章の主題モチーフと言われるいわゆるメロディーをご紹介したいと思います。これはとてもざっくり捉えると、A メロ B メロとかサビみたいなものだと思ってください。で物語でいうと登場人物みたいなものですね。でこの主題というのは音の高さを変えたりリズムを変えたり、あとは長調と短調を変えたりというふうにアレンジして何度も出てきます。でこの曲全体聴くときに、あ、この子はイメチェンして出てきたなというふうに見つけられるようにですね、先にベースとなる主題メロディーをご紹介したいと思います。まず第一楽章は2つの主題があります。第一主題というのがこちらです。これ A メロですね。続いて第2主題 B メロがこちらです。第2楽章は3つの主題を、インプットしていただくといいかもしれません。でまず第1主題 A メロがこちらです。第2主題の B メロがこちらです。そして変奏部と言われる C メロにあたるようなところですね、こちらです。で第3楽章はまた2つの主題になります。第1主題 A メロがこちらです。第2主題の B メロがこちらです。第4楽章は3つの主題をインプットしておくといいかなと思うんですけれども、まず否定の主題と言われるものです。こんなメロディーです。そして第一主題 A メロですね。そして第2主題 B メロがこちらです。
ていく主要な登場人物になります。この「第九」の面白いところは、第一楽章から第三楽章で出てきたこのメロディーを第四楽章で効果的に使っているということなんですね。でどんな風に使っているかというと、例えば第一楽章のメロディーをちょっと演奏します。そしてその後すぐに第四楽章に出てくる否定の旋律を演奏します。そして第二楽章のメロディーまた演奏して、また否定、そして三楽章をやって、またまた否定と。つまりこれまで演奏してきた第一楽章から第三楽章までの音楽を第四楽章で自ら否定しているんですね。これってなんだかコロコロ変わっていた当時の政権を批判しているようにも思いませんか。こうやってこれまでの曲を全部否定した後に新しく始まるのが合唱なんですね。合唱の始めはこんな歌詞から始まります。昔ドイツ語に堪能な友人にこの歌詞について聞いたところ、こんなニュアンスがあるっていう話がありました。でもこんな騒音はやめて、もっとワクワクする音に一緒にチューニングしてこうよと。でこんな風に聞こえる言葉のようです。ちなみに4楽章に使われている合唱部分の歌詞はシラーの詩歓喜に寄せるを元にしているんですけれども、この冒頭のこの歌詞だけはベートーベンが書いたものなんですね。でなんだかより強いメッセージが一層伝わってくるような気もします。ではいよいよ実際に聞きどころポイントを聞いてみたいと思います。まずは第一楽章の冒頭部分から、オーケストラがコンサート前にステージ上で音合わせをするようなイントロなんですね。独特の期待感と緊張感を演出しているので聞いてみてください。ここでうまく使われているのが空虚五度という音です。この空虚五度というのは、例えばドとソのような音なんですけれども、これドミソという和音の真ん中のミが抜けた音なんですね。これドとソだけだとドミソが、長調かもしれないし短調のドミソかもしれない、明るいんだか暗いんだかわからない音なんですね。だから空虚五度というのが使われると、なんとなく不安定感だとか、空虚感が出るということで空虚五度というふうに言われています。第一主題が全合奏で力強く壮大に鳴り響いていて、クレッシェンドしてどんどん音量が上がっていくので、こう期待感緊張感も増していきますね。でこの第一主題が再現部で出てくるところも聞いていただきましょう。もう一度出てくる部分があります。こちらはティンパニーの強連打でフォルティッシモで激しく入ります。第一主題のところは空虚五度でしたけれども、この再現部では間の音が入って和音の安定感が出ています。で同時に盛り上がりも一層見せていて、嵐のような勢いとかうねりも感じさせますね。で次の第二楽章も聞いてみましょう。第二楽章の冒頭は疾走感を感じさせるような始まりです。開始の合図のようなティンパニーを受けて、スタッカートで第一主題が駆け出すように奏でられていきます。そして演奏する楽器が徐々に増えて、音量もクレッシェンドでどんどん大きくなっていって、頂点に達した時に第一主題がもう一度出てきます。優しいメロディーが出てきて第二主題に移っていきます。
2楽章は本当にティンパニーの使い方が絶妙なんですね。で、ティンパニーの存在感を感じられる中盤部分を一度聞いてみていただきたいと思います。ティンパニーを極限まで際立たせています。この後の第一主題を大きく奏でる部分でもそのティンパニーの存在感が出てます。こうやって聞いているうちに自然とティンパニーの音に対するアンテナが立つので、ティンパニーが演奏されていない時とのメリハリがすごく出るんですね。曲全体にいいアクセントを生み出してくれています。弾むリズムにティンパニーが加わることで引き締め感もありますし、あとは空間も感じられるような気がします。また4楽章で出てくる穏やかな変奏のモチーフも聞いてみましょう。そして第2楽章の終わりもかっこよく、もう間違えてここでブラーボーと言ってしまいそうになります。こうして全力疾走していった第2楽章の後、第3楽章は優しく始まります。少しほっとしますね。私は1楽章2楽章でなんか椅子から浮いていたようなお尻の感覚がもうやっと座席に沈み込むような安定した落ち着くような感じがします。で、丁寧の憧れを感じさせるような第2主題も聞いていきましょう。3楽章の終わりから4楽章の始まりの部分を少し聞いていただきます。この4楽章の始めというのはわざと乱れた音、わざと汚い音で演奏されます。そしてこれを受けてここからですね、各楽章の旋律を否定する部分が始まります。他の楽章のメロディーを演奏してこれじゃないと否定するというこの繰り返しですね。他のも聞いてみましょう。そして合唱を予感させるように歓喜の旋律第一主題が静かに使われ始めます。それでもなかなか始まらないんですね。じらされるような感覚です。そしてようやく本題に入ります。
私たちが奏でたい音楽というのはもっと喜びに満ち溢れた歌なんだという合唱のかっこいい出だしがこちらです。すごいですよね。これまで40分くらいかけて演奏してきたものを一回全部捨て去るという長い長い振りがようやくここで回収されます。そしてここから全員が揃って歌う歓喜の旋律、ここに鳥肌が立ちます。また途中ですね、テノールのソロと男性合唱の掛け合いも聞きどころです。向かって突き進む行進曲のようにも聞こえます。かっこよくて思わず立ち上がりたくなってしまいます。次に第二主題の部分も聞いてみましょう。そしてこの第二主題と第一主題が同時に歌われる部分というのが圧巻です。調和していくというこのベートーベンの仕掛けにやられたという感じで、また一つ曲の広がりを感じられます。そして最後はこんな風に興奮と熱気を帯びて終わっていきます。今回は一般的に名盤って言われるものと、私が個人的に気に入っている演奏家を紹介したいと思います。ここは本当に好みが分かれるところなので、皆さんの中でもこれもいいよっていう名演があれば、ぜひコメントにですね、 YouTube の動画リンクなんかを貼っていただけると嬉しいです。リンク貼っていただけるとコメントをご覧になった方も聞きやすいと思いますので、もしあの動画が見つかっていればぜひご協力をお願いしたいと思います。まず鉄板のおすすめ名盤というのがこちら。フルト・ベングラーが指揮するバイロイト祝祭管弦楽団の1951年の演奏です。これは本当に歴史的な名演ですね。クラオタ界隈ではもうこれが名盤と呼ばれることは常識、そのくらいの名盤中の名盤ですね。演奏された場所はバイロイト祝祭劇場というところです。ここはワーグナーが自分の楽劇を披露するために建てた劇場なんですね。なんとも優位が独尊タイプのワーグナーらしいんですけれども、この劇場の開幕記念コンサートでワーグナーが指揮したのがなんとベートーベンの第9だったんですね。
で今でもこの劇場にとってはベートーベンの第9だけは非常に特別な曲なんですけれども、また面白いのがこのバイロイト祝祭劇場という場所は非常に特殊な構造をしている劇場なんですね。劇場全体が共鳴板になるような感じで設計されていて、感覚としてはバイオリンだとかギターの穴の中にいるような感覚を覚えるらしいです。かつオーケストラや指揮者から客席が本当に見えない構造になっているらしいですね。で視野が狭くて、かなり演奏がしにくいというふうにも言われています。そしてこの1951年というのが第二次世界大戦後初めて開催されたバイロイト音楽祭の年なんですね。この演奏場所はドイツですし、指揮者のこのフルトベングラーという人もドイツ人です。ナチスの支配から解放された歓喜とそれから溢れる熱狂、この興奮の中で特別な第9という曲を客席が見えないステージで盲目的に熱狂的に駆け抜けるように演奏した録音というのがこの名盤です。私が第9を演奏する中でおすすめしたいのがサイモン・ラトルという指揮者です。彼はベルリン・フィルを指揮していたりするんですけれども、彼の音楽はルネサンス彫刻に例えられることがあります。なんとなく骨太で、でも細部まで非常に行き届いて完成された音楽だなというふうに思います。一音一音に緊張した力強さがあるので、第9全体に流れるメッセージがもう終始ビシビシ伝わってくる感じがあります。テンポも速すぎたりもったりしすぎたりはしなくて、途中ででもユニークなテンポが現れたりとか、強弱のつけ方というのも本当に絶妙で面白いんですね。で個人的には少し解釈がわからないなという部分もあったりはするんですけれども、ほんのちょっとした一音でもすごく洗練されているので、ずっとドキドキして聴けるようなそんな演奏になっています。この第9という交響曲は形式的な美しさも保ちながら、独創性と斬新さにあふれる完成された交響曲だなと思います。立ち上がりたくなる、声を上げたくなる、なんとなく体が自然と動かされるっていうような感覚があって、客席にいてももういつの間にかオーケストラや合唱団の一部に引き込まれているような気さえしています。なんだか演奏者も聴衆も一緒にみんなで音楽を作ろうよ、みんな平等だよっていうふうに言われているような、なんかこんな効果ももしかしたらベートーベンの狙いだったのかもしれないな、なんていうふうにも思います。でこの曲は初演から観客の拍手が鳴り止まない素晴らしいものだったそうなんですね。ただ指揮者のベートーベンは耳が聞こえない状態だったので、途中まで観客の反応が分からなくて、あ、これ失敗したなというふうに思い込んでいたと。そして4楽章が終わってようやく観客席を振り返ると、そこに聴衆が立ち上がって歓喜している風景というのが広がっていて、あ、初演が成功したんだなということを知ったという、こんな逸話も残っていたりします。個人的にはブラーボという言葉が本当に素直に出てくる高級曲だなと。今回の動画いかがでしたか？今後はクラシックの作曲家の解説だけではなくて、こういった曲の解説も少しずつ増やしていけたらなと思っています。また楽器も弾いたこともないし、クラシックもほとんど聴かないよっていう超初心者の方向けの動画というのも増やしていこうと思っています。より多くの人にクラシックをもっと身近に感じてほしいと思っています。クラシックの知識が欲しい、それからクラシックをもっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。